日本無責任時代は、東宝が1962年に制作した、日本映画、カラー、シネマスコープ。主題歌は、無責任一代男、はい、それまでよ。クレイジー映画の記念すべき、第一作。当時、シャボン玉ホリデーで人気を上げた、クレイジーキャッツ、中でも、ツーダラブ氏が大ヒットしていた植木等をメインに、お姉ちゃんシリーズで知られていたお姉ちゃんトリオを絡ませた。 作品だったが予想外の好評となり1971年公開の日本一のショック男まで30作が制作されることとなる。本作はもともとは社長シリーズの企画にも携わっていた当時東方文芸部社員だった田波康夫が会社に忠実なサラリーマン者の,のアンチテーゼとして無責任社員というストーリーを書き上げていた。 フランキー酒井の主演映画の企画として売り込んだが、没になり、そのままにしていたところプロデューサーの足立秀三郎から、クレイジーキャッツのスーダラブシのヒットにあやかって映画を作りたいと話を持ちかけられ、このストーリーを出したところ賛同され、クレイジーキャッツのメンバーを割り振る形で、シナリオにしたものだった。後に、古沢健吾監督の意向で、脚本家の松木博が手を入れる形になるが、 基本は、田波康夫が単独で執筆したものだった。正体不明の無責任男、平均は、バーで、太平洋酒が乗っ取られそうな話を聞くと、太平洋酒社長、藤家優作に、太平洋酒を乗っ取ろうとする者がいるとこねをつけ、太平洋酒の総務部に入社した。そして、ひとに任された仕事は、大株主の富山社長を買収すること。早速富山に会い。 小切手一つで見事に成功し、係長に出世。ところが、バーの女、京子から、黒田物産の黒田友人社長が富山から株を買った、と知らされ、ショック。それもそのはず、乗っ取り屋として知られる黒田は、三階食品社長、大島良介を後ろ盾にしていたのだ。かくて富山に裏切られた人氏は首になるが、バーで出会った黒田に気に入られ、再び、太平洋酒に復帰。 部長となった。やがて、太平洋州はビールを売ることとなり、人氏は、北海物産の石狩熊五郎社長とのホップ、売買契約を任される。人氏は、お色気攻撃で契約することに成功するが、黒田に、お色気など言語道断と叱られ、会社の金を使い込んだと責められてまた首に。ならばとばかり人は会社を去るが、うじ前社長の息子、工作と偶然出会う。 工作は、大島社長の娘、陽子と駆け落ちをしていたのだ。一方、娘の行方を心配した大島に、人氏は、娘の居場所を教えるから、氏家を復帰させろと要求。その結果、氏家は、太平洋州の社長に復帰を果たすが、その代償として人氏は、太平洋州の実質的な支配者となった大島から、放築されてしまう。しかしその一年後、工作、 陽子の結婚式に、ひとしがとんでもない姿でやってきた。すべて作詞は、青島幸男、作曲は、萩原明章。ひとしと氏家社長が出会った場所として使われた、青山西場のある、青山霊園。この撮影時に触れた、古沢演出の印象、監督とのエピソードなどの記述がある。ありがとうございます。